こんにちはテンバーーカデミー堀秀夫です今日は、テンバーアカデミーサポート利用のコツということでね、アップルのサポートを使ったら全く役に立たなかったという経験をしたんで、まあ、これいい例えできるかなと思ってね、サポートの利用の仕方のコツ、これをお話ししようと思います。ちなみにこれね、アップルです。Amazon と間違えてるわけじゃなくて、アップルのサポート。 アップル製品をあんまり使わない経験不足のバイトがサポートをしていると。これはものすごく実感しました。でア,ポートのア,アマゾンのサポートが役に立たないのも同じ理由だなと。Amazon、ね、サ,サービスもあまり使わない経験不足のバイトがサポートしてます。わ、まあ、からないことがあったら Amazon に質問する前に私に質問してください。でちなみに今回ね、質問したのは このアップルのね、AirPods というワイヤレスのイヤホンですね。まあ良さそうなんで、PayPay のね、20%バックキャンペーンと、あわよくば全額キャッシュバック受けられんかと思ってね、買いました。13日に買いました。よかったですね、13日ギリギリのタイミングでしたね。 えー、13日で PayPay ペイペイの、ね、20%バック、全額ポイントバックのキャンペーン終わっちゃいましたからね。まあ、滑り込みというか、たまたま年、ね、間にあったんですけど、まあ、もとい、ね、まあ、iPhone では、まあ、無事使えるんですけど、まあ、これね、あじゃあ、せっかくだからね、このいつも吹き込んでる音声、これも iPods でできれば便利だなと、ねえー、このヘッドセットとかマイクに向かっていっているようにね、えー、AirPods で ねえー、録画できればこうカメラを見ながら喋ったりもできるしこれいいじゃんと思ってそう使おうと思ったらね、えー、マイクどころかイヤホンが普通に使えないと、ね、でこの Bluetooth 周辺デバイスのドライバーがないと出てきてしまうわけですねでこれトラブルシューティングをやると、まあ、結局問題解決できませんでしたと、ね、周辺機器のメーカーに質問してください、ね、というふうに出てきます ボッツを windows 7で使おうと思ったら使えないと。Bluetooth 周辺デバイスのドライバーがないで。周辺機器のメーカーに問い合わせてください。つまり Apple に問い合わせろと。Apple の、ね、サイト見てもねドライバーらしきものは全く出てこないですね。で、えー、まあしょうがないんでね、Apple のサポートを受けました。 そしたら最終的にはね、Windows の問題なのでメーカーに問い合わせてくださいと返事されました。で、この質問のたびにね、保留にして聞きに行くから、本当、全く分かってないでしょうね。えー、多分ね、Apple ってね、ねりんごじゃないということは分かってるレベル、極端に言えばそんな感じでした。ね、で、まあ、マイクロソフトに問い合わせてくださいと。 まあそうかい。まあ、それはしょうがないねと。ね、えー、まあ、別にどうしても使いたいわけじゃなかったんでね。まあ、いや、まあ、いいやめんどくせえ。まあ、本来の、ね、本来の目的というか、なんというかね、えー、iPhone にはつながってるし、iPhone でね、えー、音楽聴くには使えるし、Skype もできるから、まあ、それ使えれば、まあ、十分でね。まあ、マイクの方もね、えー、使えれば同じなんですけど、マイクはね、えー 追加でアプリを入れななきゃいけないけとでアップル純正のアプリじゃないからね、まあ、なんか方法あるのかなとねいうことで、一応ね、もう途中で返事があまりにもお粗末なんで、ネタにしようと思っていろいろ聞いたらね、あのまあ、本当、ネタにしかならないようなね、へえまあ、嘘でしょうと、そんな返事しないでしょうというような返事が返ってきました。 周辺機器のメーカーカに問わせてください、まあ、これは想定ないですね。昔からよくあります。それは、えー、ねこういうドライバーの問題とかだとね、えー、例えば今回ドライバー、Windows 7が AirPods 用のドライバーを用意してないから、まあえー、ドライバーが出てこないわけです。でドライバーって普通ね、その製品作ったメーカーも用意してますんでね、Apple がこの AirPods の Windows 向けの、えー、ソフトね持ってるればよかったんですけど、まあそれを 後悔してないと。ねまあ、アップル製品、ね、iPhone 製品だけで使えれば、ねえー、いいだろうと、それ以上手間を増やす必要もないということなんでしょうね。まあ、全くドライバーは、えー、提供してないんでね、ね、えー、パソコンメカンに問い合わせると。ね、まあまあ、想定外、想定内でした。ねでね、まあ、えー、Apple の場合はまあそんな風にね、えー まあドライバー公開してないってことなんですけど、じゃあなんでそのちぐはぐな質問になるの、質問と答えになるのか。ね、これはもう、えー、メーカーが違うとわからないっていうのも、まあ、半分正解なんですけど、実際にはもう部署が違うとわかんない。ね、あのー、どの部署が何やってるっていうのは、はっきり言ってサポートをやってる人たちは知らないと思います。ねえー、っていうのはね、メーカーの中でサポート要員って、 まあ言っちゃなんですけど、もう、えー、汚れ仕事というかね、底辺に近い、まあ、給与も実際そうなってる、えー、ですからね、もう、えー、詳しい人はたまたまね、ね、えー、たまたまいない限りは、もう詳しい人いないという形になってます。で当然ね、ねアップルの社内、あるいはね、社内じゃなくたってアップル製品のお宅は、問題点も解決法も知ってます。 でも、まあ、そういう人はサポート要員じゃない、サポートの部署なんかには行かないとで。そういう解決方法を知ってる人もね、ね、まあ、別にあの情報を発信するのが好きな人じゃなければ、情報も発信しないということでね、えー、まあ、なかなか正解にはたどり着きにくいと。で今回はねアップル製品を使ったことない人がサポートしている可能性が高い。まず使ったことない、えっとしか思えない返事でした。でね、えー エアポッツをもう一個使おうと思ってるのがね、ビデオ撮影に使えるかと。これね、アプリが必要っての分かったんですけど、まあ、ただね、もしかしたらその違うアプリが、ねえー、あるのかなとね思って一応念のため何て答えるか質問してみたら、まあ、何を勘違いしたかね、エアポッツはシリには使えないと。ね そんな質問してないんだけど、その、すでに伝言がおかしくなってるんでしょうね。AirPods は CD じゃ使えませんと。ね、あくまで音楽聴くためのもんですからって。いやいやあの、マイクついてるからね。多分ね、ワイヤレスイヤホンだって言われたんでしょうね。AirPods はイヤホンプラスマイク、ね、普通の,あの iPhone に使うマイク付きのイヤホンの役割してるんでね。音楽聴くのに使う製品じゃないんですけど、このサポーターの彼は、音楽聴くのに使うもんだと理解したみたいです。 ね、でシリには使えないと、ね、思いっきり使えるどころかそのシリで使いやすいっていうのもね AirPods の売りなんですけど AirPods、まあ、多分使ったこともないし iPhone 使ってない方なんで当然分かんないということでしたでねそうじゃなくてねシ,シリのこと聞いてないし、えー、iPhoneXR の写真の、まあ、ビデオ撮影のところで音声をこの AirPods、ね、で入力できないんですかとね いうふうに聞いたら、まだまだしばらく保留されてね。r p ポッ s がビデオ撮影に使えるかどうかは使ってみればわかりますと。使えるなら使えるし、使えないなら使えない。まあ、あれですね、若い頃だったらてめえ喧嘩売ってるのかっていう、えー、話になる、えー、答えでしたけど、まあ、えー、アップルのサポート要因のレベルね。まあ、これね、なんでしょうねい。いちいち聞きに行ってた上司が、 そう答えろって言っててて言してくるわけですからね、まあ、このね彼がケンカご主なわけじゃないと、まあ、別にねケンカごな強い感じのじゃなくてただ単純に何も知らなくてあんま容量を得ないんだなって感じの人でしたけど、まあ、この返事はね、えー、正直想定外でしたね海外ならよくあるけど、まあ、日本のアップルではこういう返事なんだとなかなかね人手不足も激しくなってるんだなというのを思いました まあ、サポート、ね、喜んでサポート要員になる人はいないと。使い方わかんない人に、わかんない人にわかるように教えるっていうのはかなり難しいんでね、まあ、当然トラブルになることも多いと。そうするとね、サポートって嫌だなと言って辞める人が大部分なんで、サポート要員っていうのは、まあ、サポートしか入ってなかったんで、まあ、しょうがなくなってるという人がやってる場合がほとんどです。もうこれはまあ、しょうがないと。で、 まあアップルの話はいいとして他も一緒です他も一緒っていうかねアマゾンの場合はより状況は悪いですというのはねアマゾンのそのシステムのトラブルなんていうのは関わってる人間がすごい膨大に多いんでサポートの人がね分かるわけがないとでプラス、えー、日本日本語のサポートってね日本人が大抵やってますからね えー、我々と同じような環境の人が一応やってるからまあ分かんなかったにしてもこれでも分かってて、まあ、ま,まとえた辺じゃ返事は帰ってきますけどアップルのサポートと来た日にはねインドとかフィリピンとかでそもそもアップルとかほとんど使ってない人たちが、えー、サポートしてます、ね、でしかも開発チームはね、えー、これあの例えば出品システムとかね管理システムとかを、えー、一つの部署で作ってんじゃなくてね、えー 何百ね少なくとも何十だから人数で言ったら何百人何千人の人たちが作ったシステムを統合させて奇跡的に動かしてるわけですからまあそのそのね起こりうるトラブル今起こってるバグねそれをサポート要員が知ってるはずがないと、ね、だからまあ症状を伝えるだけで満足な回答が得られる可能性はもうほぼゼロです、ね、ほぼゼロっていうかね 事態をより悪化させる返事が返ってきたりしますからね。だから、まあ、アマゾンに質問する前に、もう私に聞いちゃってください。アマゾンとやりとりして分かんなかったら聞こうと。ねそうした方が私に対して親切かな。あるいはね、えー、あなたが自分の力つくかなと、ね。これはあの、多分、他のことに照らし合わせれば、まあ、その通りでね、ある程度調べて、分かんないところで聞くっていうのもありかもしれませんけど、こと、 ね、この Amazon の使い方に関しては、ね、全く、えー、役に立たないんです。間違えた答えの中でそのままやったら状況がよりひどくなったとかね、えー、間違えた答えを鵜呑みにしてやったことが原因でアカウントなくなっちゃったとかっていうのもね、えー、よそ様のサポートを受けてたりサポートを受けてない人のブログとか見てるとありますんで、まあ、何しろ何かおかしいなとかねこれどうするんだろうというのが、ねえー、出てきたら遠慮せずに聞いてください。 はっっきり言ってのサポートは全く役に立ちませんで。サポートに聞かなきゃいけない場合でも症状を分かってサポーターの人でも、ね、理解できる言葉にしなきゃいけないんでいきなりね症状がこうですっていうのを、ね、Google 翻訳で英語に訳してもまとえた伝え方はできないで英語ができる人でもその相手が、ね、システムに起こってるバグを分かってるい 前提で質問しちゃうと何にも分かってない人がね、サポートしてるんで通じません。そんなわけで、えー、アップルのサポート使ったらね、面白いほど役に立たなかった。ねまあ、アップルすごいなと思ったんだけどね、えー、でもそういえばアマゾンはもっとすごいのよくあるなということがあるんでね、えー、アマゾンのサポート聞く前に確認してくださいというお話でした。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。